Apex をプレイしている人のうち、自分がどのように上達してきたのかを具体的に認識している人は少ないのではないでしょうか。また、マップの好き嫌いはあっても、得意なマップ、不得意なマップを明確に認識している人も少ないと思います。この動画では、ジムカラの3人を対象にシーズン19で集めたデータを紹介します。内容は、1、初心者の成長、2、酒とパフォーマンスの関係、3、得意・不得意マップの3つです。どれもマッチあたりの平均ダメージを指標にしています。強さ・うまさはダメージだけで表せるものではないですが、指標としては分かりやすいのでこれを採用しています。まずは初心者・グッサンの成長です。このグラフはグッサンのマッチあたりの平均ダメージを示したものです。灰色がカジュアルマッチ、オレンジがランクマッチです。これを見ると時間とともに平均ダメージが増加していることがわかります。次に酒とパフォーマンスの関係です。このグラフは火力担当スロさんのマッチあたり平均ダメージです。左が酒を飲んでいるとき、右が酒を飲んでいないときです。 N はマッチ数でエラーバーは標準偏差を示しています。ざっくり言うとこのバーが長いほど値のばらつきが大きいことを意味します。これを見ると酒を飲んでいない時の方が高いダメージを出していることがわかります。最後に得意・不得意マップです。棒グラフはマッチあたりの3人の合計ダメージの平均、下の数字はそのマップでの平均順位です。ダメージで見るとワールズエッジとストームポイントが、順位で見るとキングスキャニオンとワールズエッジが得意なようです。これに対してダメージと順位のどちらで見てもオリンパスが苦手なようです。一番苦手意識があったのはブロークンムーンなので、この結果は意外でした。シーズン19で集めたデータは以上になります。この3つ以外にこんなデータを集めてみたら面白そうというものがあれば教えてください。シーズン19、グッサンは最終的にブロンズ1枚到達しました。初めてのシーズンとしては上出来だと思います。裏の動画はシーズン19でグッサンが一番活躍した試合です。最後まで見ていただければ幸いです。それでは失礼します。来てる。右のヒットつけろ。くれくれの左くれ。よよ、巻いて。あ、オッケー。あれは肉巻くのこれ。ここ。巻いてる。自分のやつ奥のやつめっぱか。でもやっぱりやるよって言ったの。ちゃう。こっちだ、逆に。あ、誰かの奥倒した。ガス字、ガス字。ナイス。待て待て、まこまこまこ。え、あ、オッケー。やばい、やばい。あ、やばい。大丈夫、大丈夫。巻いてよ、です。ここ、ここ。待ってる。終わり。おー。びっくりした。ナイス。うん、ここピークあるかも、こっち。うん、ピーク主義だ。そこおらんだ。おらんかもしれん、ここ。いや、今撃ったくない。さっきの番号かもしれん。これ見て、これ見て、階段です、階段です。いや、まあ、いいですか。あ、バーストした。いや、あれ、クソする。ピクシャピクシャした。ライフラライフラライフラ。出た出た出た。おっしゃ、オッケー。ナイス。ナイス壁。今日は勝率高かったです。ほんまやな。結構取ったんちゃう1。4回かな、多分。めっちゃ取ってるやん。今日はあのアンチューンが良かった。アンチューン。さん、今日のマックスダメージ更新やね。ほんまやな。
よかった。キルアシロックもついてたらだいぶ上がるな。いや、あの、あっこよ。あの、パイロンの端っこやろ。端っこで。あれな、なんで勝ってんっていう感じだけど。いや、壁。